はいみなさんこんにちはメンタルエステスクール代表の斉藤幸雄ですさあ、えー、受講生にインタビューのコーナーです今回のゲストはもうお顔が見えていると思うんですけども、えー、メンタルセラピストそしてヒーラーそしてねあの英語マインドサポーターとしてご活躍中の中澤志保さんです志保さんこんにちはよろしくお願いいたしますこんにちはよろしくお願いいたします 中澤さんはね、上田にお住まいなんですよね。はいはい、えー、そもそも、えー、自己紹介どうぞ。自己紹介。<laughs> はい、<laughs> いきなり振られてちょっとびっくりですけど、はい、<laughs> はい。皆さんこんにちは。中澤志保と申します。えっ、ー、と今幸雄先生からご紹介いただきました。に、えー、えっと長野県の上田市というところで、はい、今はあの英語を生徒さんに、えー、お伝えするというサポーターとしての。 仕あと合わせてやっぱり英語でただこうスキルだけだと伸びていかないということをすごく感じましてマインド面からのサポートも合わせてやるというお仕事をしております、はいえー、まず中澤さんがうちに入校するきっかけって何ですか、はいえー、結構前になります、ね、そうでよね。ちょうど年 くらい。高な、はい。あの私ものすごいおばあちゃん子で、はい、はい。で、あのすごく祖母に大事に育ててもらったんですけれども、うん、まあ、ちょうどその2011年に祖母が他界しまして、はい。で、まあ、年齢的なこととか自分の人生とかいろいろ振り返るきっかけにそれがあったんですね。うん、で、ここからどうこの先を私は私らしく生きていけるんだろう。はい、すごい。 悩む時期に入っってしまったんですね、うんはい、でどうやったらここからの人生私自身が輝けるんだろうって思った中で、はい、ネットサーフィンをしていたところで <laughs> あの幸男先生の釣り竿に引っかかったのかもしれませんけれどもなんかこう響いたんですよね。はい、で先生のところにご連絡をして、はい、先生とお話しさせていただいて、はい、そこから先生のスクールに 入れさせてていいいたただいてというのがスタートでしまだその当時は OL さんでしたもんね。そうなんですなのでやっぱりお仕事をこのまま会社という場所で働いていくのか、うん、でもやどこかでこう何て言うんですかね不完全燃焼しているというか、はい、どこかこう自分がここはいる場所ではないみたいなものもすごく感じていたので、うん、やはりその心 の面、まあ、メンタルの面、はい、そういうものにもものすごくこう意識が向いてた時期でもあったんですよね。はいはい